驚異的な成果。ナンバー、愛のゴートが3週連続ナンバーワン。音楽業界の新たな旋風を巻き起こす。2024年3月13日のビルボードジャパンのダウンロードソングチャートにおいて、ナンバー、愛のゴートが通算3週目のナンバーワンを獲得しました。この曲は、グループのメンバーである平野紫耀。 神宮寺優太、岸優太によって演奏されたファーストデジタルシングルであり、リリースから3週連続で首位を獲得しました。この曲は1月1日に先行配信され、その後3月6日にシングル CD がリリースされました。g ートの成功は音楽業界における新たな動きを示しています。この曲がリリースされる前、多くの人々はグループナンバー、愛を知りませんでした。 しかし、彼らのダイナミックなパフォーマンスと洗練された楽曲は、聴衆を引きつけることに成功しました。特に、アニメ、マッシュルーム ASHLE の第2期オープニングテーマに起用されたことは、彼らの知名度を一層高めるのに役立ちました。一方で、ナンバー、愛の成功は、他のアーティストにも波及効果をもたらしています。例えば、クリーピーナッツの、ブリング、バング、バング、ボーンは、 ゴートに次ぐ2位にランクインしました。また、S.I.O.O.M. From M. Line Music による、C、C.C. シンデレラコンプレックス24も4位に初登場しました。これは、2008年にリリースされた楽曲をアップデートし、新たな魅力を加えたものです。さらに、他の楽曲も注目されています。ヨルシカのハレルは3位にランクインし、思いの丈の陸ク光年クは僅差で5位に入りました。 また、世界の終わりのタイムマシンは、ネット FLIX 映画、赤ずきん、旅の途中で死体と出会うの主題歌として注目を集め、6位に初登場しました。このような楽曲の成功は、音楽業界のダイナミズムと変化を示しています。デジタル配信の普及により、新しい才能が輝く機会が増え、多様な音楽が聴衆に届けられるようになっています。 しかし、同時に、競争も激しくなっており、アーティストたちは常に新しいアイデアとクリエイティビティを求められています。今後も、音楽業界は常に変化し続けます。新しい才能が台頭し、新たなジャンルが生まれることで、聴衆は常に新しい刺激を求めています。その中で、どのアーティストが成功を収め、長期的な影響を与えることができるのか、注目が集まっています。ウルボードジャパンのチャートは、 音楽業界のトレンドを反映していますが、これらの楽曲の成功は単なる数字以上の意味を持っています。彼らの音楽は聴衆に新しい感動と体験をもたらし、時代を彩る重要な要素となっています。今後も彼らの活躍に注目していきたいと思います。今回のビルボードジャパンのチャートで注目された楽曲はありますかあなたが聴いてみたいと思う新しいアーティストや楽曲は何ですか 音楽業界のトレンドや動向について、どのような意見や予測をお持ちですかぜひ、あなたの意見をシェアしてください。